フレーザー文字とは、文字を持たないリス語に対して、20世紀の初めにイギリス宣教師のジェームズ・フレーザーによって、ラテン文字を基本として作り出された文字である。ラテン文字の大文字を元にした左から右へ書かれるアルファベットであり、不足する文字は、ラテン文字を180度回転することで新たに作り出している。成長は句闘点に似た記号を後ろにつけることで表す。リス語は、 常語によく似た言語だが、常語が独自の文字を持っているのに対し、リス語は20世紀以前は無文字言語だった。20世紀になると、リス語を表記するための4種類の文字が出現した。フレーザー文字。1915年前後、イギリスの宣教師、ジェームズ・フレーザーが作った。現代中国語では、後に考案したラテン文字風の聖書法を、新聞というのに対して、 フレーザー文字を、老文と呼ぶ。ミャオ語のためのポラード文字を利用して、リス語を書くことも行われた。これを、東文と呼ぶ。1925年頃に、雲南省医西県に住む、リス族の王子信派という文盲の人物が竹に刻んだ音説文字を作った。1950年代にピンイン風のラテン文字による聖書法が作られた。音説ごとには価値が記される。 ブラーフミー系文字と同じように、死因の後に母音が続く場合は母音は書かれない。したがって A の字は母音で始まる音節にのみ使われる。成長はピリオドやカンマ及びそれらを組み合わせた記号で表す。記号がない場合には中と同じである。苦闘点のピリオドに相当する記号は、イコールカンマに相当する記号は、と表す。 2009年のユニコード5.2にて、以下の文字が収録された。対応フォントは少数で、キビラ、ノトサンズリー数などがある。ありがとうございます。